衝撃、当たりすぎる、ホピ族の予言がやばい。救世主は日本からやってくる。先日ご紹介したホピの長老からのメッセージ。長老はすべての予言が現実になっていると語っていましたが、その予言というのが、先祖代々にわたって口述により継承されている、世界を創造したというグレートスピリットから受け取った予言。長老の語った通り、ほとんどの予言は的中したと言われており、残るは最後の予言で、現実になる日がそろそろ近づいてきていると言われています。今回は当たりすぎていて怖い、ホピ族の言い伝えと予言についてご紹介します。遥か昔からの言い伝え。ホピ族の神話では、現在の世界は第4の時代だと言います。この世界は創造神、ソツクナングが作り出したと言われていて、世界は何度も、繁栄と滅びを繰り返していると言います。第1の時代は暴力と争いの絶えない世界となり、起こったソツクナングが火山を爆発させ、世界を火の海に包み、滅ぼしました。第2の時代は犯罪に溢れた世界となり、起こったソツクナングにより、厚い氷に閉ざされて滅びました。第3の時代は高度な文明が築かれ、空飛ぶ盾が発明されます。この空飛ぶ盾によって争いが繰り返され、これに起こったソツクナングが大洪水を起こして世界を滅ぼしました。大洪水で世界が滅ぶという伝承は、世界中のあらゆる場所に伝わっている奇妙な共通点です。ホピ族は第3の世界で箱舟を作って生き延びた人々であると言われています。ホピ族の守護神の大霊マサウは、第4の世界を生き抜くための教えと予言を書いた石板を、ホピ族の祖先に手渡したそうです。その石板を割って兄弟それぞれが持ち、東西に分かれて定住する場所を求めたというのです。石板を割った理由は再会した時に彼らが兄弟であると証明するため、弟は後のホピ族の指導者になるのですが、弟たち一行は西の方角へ各地を回ります。黒髪で肌の色が白い兄は、キーイズル方向、東、へ行きました。奪われた故郷。ホピ族の言い伝えの中に、こういったものがあります。私たちの住む、この場所は、アメリカ大陸の背骨であり、ヒマラヤなどと同様、地球の自然エネルギーの震源で、もしここが破壊されたら、全地球的な規模で変動が起きる。つまり、ホピ族は代々、この地に眠る自然エネルギーが破壊されないよう、万人として長期間、同じ地に住み続けていました。ネイティブアメリカンの多くの部族が、先祖伝来の土地を追われ、別の地域へと強制移住させられている中、ホピ族の住む、コロラド高原中央部の4州にまたがる地域、フォーコーナーズは、不毛の地と呼ばれ、ヨーロッパからやってきた入植者にとっては利用価値がないものであったので、しばらくの間は手をつけられることはありませんでした。ところが、ある時ホピ族は、厳粛に守り続けた故郷、フォーコーナーズを、離れなければならなくなったのです。それは、1940年以降始まる、アメリカ合衆国のマンハッタン計画という核開発のためでした。原爆製造のために必要な材料、ウランがホピ族の住む土地に埋まっていたのです。そのため、この場所を守り続けたホピ族は、政府によって居住地を移動させられることを余儀なくされました。ホピの予言。不毛の地と呼ばれたこの場所が、コロラド高原の悲劇と原爆を生み出すこととなりました。この地面には、使い方によっては人類を滅亡させてしまうものが埋まっている。人類がこれを争いではなく平和に利用することができるようになる日まで、この場所に留まりこれらのものを守っていくように、また空から灰のびっしり詰まった氷炭が降ってきたら、ホピ族に伝わる予言を広く世界に伝えるようにすること。今まで、外部の人間に知られないよう伝えられてきた予言でしたが、こうした状況を見かね、ホピ族の長老はこの予言を世界に公開することを決意します。予言を公開するため、第二次世界大戦終了後、ホピ族の長老、トーマス・パニャック氏は、ある予言を、人類に対する警告書として国連本部に送りました。
現在の世界は、まず白い肌の人間の文明が栄える。次第に彼らはおごり高ぶり、まるで地上の支配者になったように振る舞う。白い兄弟は馬に引かれる車に乗ってやってきて、ホピ族が幸せに暮らしている土地を侵略する。その後、大地は、馬に引かれない車の車輪の声で満たされるだろう。そして、牛のような姿で大きな角を生やした獣が多数現れるだろう。次に、白い肌の人間は、空の道、を作り、空中に、蜘蛛の巣、を張り、陸上にも、鉄の蛇、が走る無数の線を張り巡らす。やがて、第一の炎の輪、の中での戦いが始まり、しばらくすると、第二の炎の輪、の中でも戦い。その時白い兄弟たちは恐ろしい、瓢箪の灰、を発明する。この灰は川を煮えたぎらせ、黒い雨を降らせ、富士の奇病を流行らせ、大地を焼き尽くして、その後何年も草一本生えないようにする。そして白い肌の人間たちは、空の彼方で見つめるグレートスピリットの怒りと、警告に気づかず、ますますおごり高ぶって、とうとう、月にはしごをかける、までになる。この段階でグレートスピリットは、第四の世界、を滅ぼすことを決意する。その時期は、空に大きな家を作る時、である。そして、地上の天国で、大きな墜落で落ちる住居のことを聞くだろう。そしてそれは青い星として現れるだろう。この後すぐに、私の民の儀式は中止される。他にも、石の川、が大地に交錯する。海が黒く変色し、そこで多くの生物が死滅する。長髪の若者がやってきて、部族の生活と知恵を学ぶ。といった予言も、トーマス・パナック氏は話しています。以上の予言が示すのは、こういうことではないでしょうか。白い肌の人間が到来する。そしてその者たちの文化が栄え、地上の支配者のように振る舞う。ヨーロッパ系の人々によるアメリカ大陸の侵略とその後の繁栄。馬に引かれない車輪の声で満たされる。自動車が走り回る様子。牛のような姿で、大きな角を生やした獣が現れる。牧畜のために持ち込まれたヨーロッパ産の牛。空の道、飛行機のこと。至るところで鉄の蛇が大地を横切る。鉄道のこと。空中に、蜘蛛の巣、が張られる。電線や電話線、もしくはインターネット、ウェブ。蜘蛛の巣は英語でスパイダーウェブ。第一の炎の輪、第二の炎の輪、第一次、第二次世界大戦。瓢箪の灰、を発明する。原子力爆弾。石の川、が大地に交錯する。舗装道路のこと。特に高速道路。海が黒く変色し多くの生物が死滅する。2010年のメキシコ湾原油流出事故、あるいはタンカーによる原油の海洋流出事故全般。長髪の若者がやってきて、部族の生活と知恵を学ぶ。1960年代から70年代のヒッピームーブメント。予言が抽象的なため、拡大解釈になっている部分はあるかもしれませんが、ほとんどの予言は、すでに的中したと言っても過言ではないでしょう。そして注目すべきは最後の予言と言われているこの部分。そして、地上の天国で、大きな墜落で落ちる住居のことを聞くだろう。そしてそれは青い星として現れるだろう。この後すぐに、私の民の儀式は中止される。シュメール文明に記述のある、ニビル、や、巨大太陽フレアーが地球を襲うという、キルショット、ではないのかという人もいます。いずれにしても、ホピの予言ではこのイベントの後、現在の第四の時代は終わり、続く第五の時代へと移行していくというのです。そしてその日は近づいているのではないかとも。日の昇る国。予言には続きがあります。それは、偉大なる禊の日が近づいた時、遠い世界へ旅立っていた白い兄が欠けた石板を持って戻り、世界を清め、平和に導く。大いなる清めとは、この世界が終わり、新しい世界が始まることです。そして世界が終わろうとするとき、白い兄が日の昇る国から弟を探しに、従者を二人連れてやってくるというのです。一人が卍と従子の紋章を持っていて、
もう一人は太陽の紋章を持って、万字というのが、ドイツを示していて、十字の紋章というのがカトリックの聖地であるイタリア。そして太陽の紋章というのが日本を示していると言われており、日の昇る国というのが、日本を意味しているとも言われています。これはまさに、第二次世界大戦の日独伊三国同盟と同じです。これは偶然なのでしょうか？ホピ族の兄は、石板を持っているということですが、実は日本でそれらしいものが見つかったそうです。場所は沖縄県与那国島。ホピ族の持つ石板のように象形文字で書かれた石板で、画像を並べてみると石板の見た目も書かれているものもよく似ていることがわかります。ホピ族の酋長が石板を見て、いつか、日の昇る国から、もう一つのペアになった石板を持った白い人が来る。それが自分たちの兄にあたる。という言い伝えがあり、自分たちも石板を持っている。ずっと探し続けていた。と言ったそうです。彼らは、霊感でここが世界の中心だったところと感じていたそうで、この先、人類を救うのは沖縄の人たちではなかろうか。と言い残して帰途に着いたそうです。また、ホピ族の伝承と日本の神話はよく似ていること、白血病の一種である ATL ウイルスが日本人とアメリカ先住民とアフリカなどで同じ遺伝子配列がそっくりなことから、もともとは同じ部族であったのではないか、と考える人もいるようです。その真偽は不明ですが、もしかしたら大いなる清めの日は近く、それを救う救世主は日本人の中から生まれるのかもしれません。いかがでしたか？ホピの予言や教えには現代社会に生きる私たちへ、忘れてはいけないことを伝えているような気がしてなりません。皆様もそれぞれの今後に生かしていただけたら幸いです。この動画、気に入っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。また次回の動画でお会いしましょう。